小田急4000系電車、小田急4000系電車、小田急4000型電車は、小田急電鉄、小田急で1966年、昭和41年から2005年、平成17年まで運用されていた通勤車両である。開業当時から戦後間もない頃にかけて製造された休憩式車両の主電動機を流用し、車体や 制御機器を申請することにより輸送力の強化を図った車両で、登場当初は、比例棒、吊り掛け駆動方式で3両固定編成22編成が製造されたが、1974年、昭和49年から1976年、昭和51年にかけて、中間車を、増備の上、一部の編成を5両固定編成としており、最終的には、 合計92両が製造された。1985年、昭和60年以降は2400系、HE 社の主電動機を流用して、高性能化するとともに冷房化改造が行われ、同時に4両固定編成、8編成と6両固定編成、10編成に蘇生変更されたが、2003年、平成15年から3000系の増備によってトータが、開始され、2005年、 平成17年までに全車両が廃車となった。小田急では、編成表記の際には、新宿型先頭車両の車両番号、新宿型先頭車の車号、両数という表記を使用しているため、本校もそれに習い、特定の編成を表記する際には、4四百4 5 4千4 3 40554、4251、6のように表記する。また、特定の車両については、 車両番号から、デハ4100番内などのように表記し、1200系、1400型をまとめて、HB 車、1600系、1700系、1900系、2100型をまとめて、BF 車、2400型を、HE 車、2600型を、NE 車と表記する。ただし、5000系以降の形式はそのまま表記する。 小田急開業当時から戦前にかけて製造された HB 車は1950年代後半に大規模な更新修繕や携帯統一を行っており、これで15年や20年は使えると言われていた。しかし、1960年代に入ると16メートル旧車体で2扉の小型車である HB 車は高くなる列車密度の中では機能的に使用できなくなっていった。 しかし、主要な機器は更新していったことから、使用可能な部品を再利用の上、ネイシャと同様の大型車体を新造して、逼迫した輸送需要に対応できる車両とすることになった。こうして、開業当時からの車両の伝送品を流用して、登場したのが4000系である。休憩式車両の車体更新自体は、他の鉄道事業者においても例があるが、四線型は、車体だけではなく、 制御機器や台車も作りし、流用したものは、伝送品などの一部の機器のみにとどまっていることが特徴である。本節では、登場当時の仕様を基本として、造備途上での変更点を個別に記述する。更新による変更については、遠隔で講述する。4000型は、全長20メートルの車両による三両固定編成で製造され、 1974年から1976年にかけて一部の編成が中間車を増備して5両固定編成となった。形式は小田原法戦闘車、制御車学派4050型で、新宿法戦闘車、制御電動車と中間車、電動車はいずれも出派4000系である。車両番号については、端末の編成表を参照のこと。戦闘車。 中間車とも車体長1万9 5 0 0、mm、トル、全長2万ミリメートルで、車体幅は2 9 0 0ト、mm、ルの全金属製車体である。正面は貫通型3枚窓で、側面客用扉は各車両とも4箇所である。基本的な車体構造は、名車と同一となっている。1974年以降に増備された車両では、 車体側面中央の客用窓上部に種別表示器用の小窓が設置されたが、機器自体は未設置である。外部塗色は、1969年6月以前に、竣工した4017-3までは、ダークブルーとオレンジイエローの2色塗り塗装という、当時の通勤車両の標準色であったが、1969年6月以降に竣工した4018-3以降の車両は、 ケープアイボリーをベース色として 300mm 幅でロイヤルブルーの帯を倉庫に入れるという通勤車両の新標準色塗装で登場した。車内はロングシートで内装はネイ車と同一仕様である。主電動機は前述の通り HB 車及び BF 車から流用した三菱電機製の直巻電動機である。 HB 車に使用されていた MB-146A 型はデハ4000番台のうちのデハ4017までとデハ4100番台のうちのデ4117まで、デハ4213、デハ4313に使用され、それ以外の車両には BF 車に使用されていた MB-146CFR 型が使用された。 これらの電動機の種車となった形式は、デ2000系、デ2100系、電波1200系、電波1400系、電波1600系、電波1700系、電波1900系、電波2100系の8形式に及んでいるが、すべて端子電圧 750V、出力 93.3kW の主電動機で統一されており、戦前からの統一化思想が役立ったことになる。 主制御機は三菱電機製の磁気並列抵抗電動化無軸式制御装置である BF-125 から15型を申請し、デハ4100番台、デハ4300番台の車両に搭載した。4000型では1台の制御装置で発機の主、電動機の制御を行う方式としたが、主電動機の端子電圧の関係から、主回路接続は、 電動機2機を直列に接続したものを一組として、自家並列制御を行う式とした。また、分流式の弱め開示が設置された。制動装置、ブレーキは、1967年度までに製造された4 8 3までは、大荷重機構付電池自動制動を装備し、ブレーキ弁についても種車のものを流用していたが、1968年度以降の増備車、 40093からは、大荷重機構付電磁直通制度に変更された。発電ブレーキは装備せず、基礎制度装置として高速域からのブレーキ効果が高いディスクブレーキを採した。1974年以降の造備車のうち、軸バネ式台車を装備した車両では、シングル式、片押し、式、踏み面ブレーキが採用された。台車は、 1970年までに製造された車両に、ついては東急車両製造製の軸量ゴムブロック式、空気バネ台車であるパイオニア E-706 型を採用した。電動台車が P-706M 型、付随台車は P-706T 型で、いずれも車輪径 910mm、軸間距離は 2350mm である。採用に先立って、 1963年10月に東京急行電鉄から7000系、デハ7019.7020を借りれて、性能確認試験を行ったほか、1964年にはデハ1304に PEE704 型を取り付けて、性能確認試験が行われている。また、1974年以降に制御車用の台車として東急車両製造性の 軸羽式空気場台車である TS-814 型台車が1976年に製造された車両のうち、デハ4212、デハ4213、デハ4212、デハ4213には等級車両、製造性軸羽式空気場台車の TS-818、軽台車が採用された。いずれの軸羽式台車も、車輪計リメートル。 軸間、距離 2350mm、TS-814 型は、軸間、距離 2200mm である。補助電源装置は、デファ4000番台の車両に9クバの CLG-318、C 型電動発電機を2台搭載した。電動空気圧縮機は、両方の先頭車に、DH-25K を1台ずつ搭載した。終電装置、 パンタグラフは、各電動車の小田原型屋根上に、PT42K4 型皮脂枠パンタグラフを設置したが、デハ4200番台、デハ4300番台では取り付け位置が、車体中央方向に 800mm 移設されていい。運転台の機器配置は、ネイ車と同様であるが、車両の性能が異なるため、乗務員室の色彩を変えて区別している。 編成両端の連結器については、1967年度までに製造された40083までは NC バイ、型密着自動連結器であったが、1968年度以降の増備車40093は CSD78 系密着連結器とした。1966年12月以降に、ネイ社と並行して増備され、1970年までに22、 編成が導入された。4000系3両固定編成での定員は450名となり、HB 社の3両編成での旅客定員が352名であったのと比較すると、幅な収容力の増強を実現した。1969年以降は、BF 社の1600型を種車として増備されている。1968年度に製造された車両からは、ブレーキ装置が アンア・エルから HSC に変更され、それまでに製造された車両についても1969年までに HSC に改造され、同時に OMATS の設置と戦闘部連結機の CSD78 系密着連結機への交換が行われた。1967年11月には小田急百貨店の本館が完成したことを記念して、40013が白をベースとして、 赤と金色の帯が入る特別塗装に変更された。この特別塗装は1968年3月に標準色に戻された。登場後しばらくは単独編成で江ノ島線を中心に相模大の異性の各駅停車に使用されていたが、2編成を連結した6両編成で降下原則を必要としない急行や準急にも使用された。 1969年から小田急では朝の通勤輸送の対応策として全長20メートル級の大型車による8両編成での運行を開始することになっていたがこの時点では大型車のみで8両編成を蘇生できる形式が5000と1800型しか存在しなかった折しも1800型は1967年から1969年にかけて 体質改善工事が実施されており、ブレーキも4000型と同じ HSC に変更されていた。このような事情から、4000型と1800型を連結した8両編成について検討が進められ、理論上は問題ないという結論となったことから、1969年から1800型と4000型を連結した5両編成での運用が、 それに4000型をもう1編成連結した8両編成での運用が開始された。1800型と4000系の連結運用によって、朝の通勤急行のうち9本が4000型と1800型を連結した大型8両編成で運行できるようにり、大幅な輸送力増強が図られた。ところが、4年ほど経過した1973年、4月19日と5月2日に連続して、 脱線事故が発生した。このため、急遽1800型との連結は中止されることとなり、1800型と4000系の連結によって運行されて9本の通勤急行のうち、7本を4000型だけで運用する必要に迫られた。このため、7編成に対して制御者を外した上で、他の編成に連結する暫定5両編成が蘇生され、 編成から外された制御車7両は9社となった。脱線事故については、運輸省内に小田急線連続脱線事故調査委員会が設置され、同年5月28日深夜には検証と原因究明のために実車を使用した測定試験が行われた。日本の私鉄における脱線事故で大掛かりな現車試験が行われるのは、これが初めてのことであった。 この結果、脱線の要因は、低速時の浮き上がり脱線であることが判明した。当時、小田急電鉄勤務だった、う方義雄は、後年、4000系のパイオニア E 型台車と、バネの硬い1800系の DT13 型台車の相性が悪かったことが真実だと思うと述べている。その一方、制御車7両が9社となったことによって、運用車両数が確保できなくなり、 一部列車の編成の削減を余儀なくされる状態となった。この対応策として、1974年から4000系の中間電動車を増備することによって、暫定5両編成を解消することになった。中間電動車の増備にあたり、制御車に使用していた P-706T 型台車を増備される中間電動車に流用することになり、 1974年から1975年にかけて制御者の台車を申請された軸羽式空気羽台車 TS-814 型に交換した P-706T 型台車は若干の改造の上電動台車の P-706M 型に変更されたしかし増備される中間車が26両であるのに対しパイオニア E 型台車を提供する制御車の 両数22両だったため、不足する4両分の台車は、軸バネ式空気バネ台車の TS-818 型を申請した。主電動機については、BF 社の主電動機を流用することになり、BF 社の到達が進められることとなった。5両固定編成化に伴い、デハ4000番内のパンタグラフを撤去したほか、クハ4050番内の電動空気圧縮機を、 大容量の C-2000M 型に交換し、デハ4200番台の車両にも搭載された。中間電動車の増備により、1976年までに13、編成が5両固定編成化され、暫定5両編成は解消された。1973年から1976年にかけて自動解決装置と電気連結器の設置が行われたほか、 1976年から1978年にかけてすべての先頭車にスカートを設置した。また、3両固定編成の区波4050番台の電動空気圧縮機を大容量の C-2000M 型に交換した。1977年の急行重量、編成回向、4000系の5両固定編成を2編成連結した重量編成の 運用も見られたが、最高速度が時速 95km で、車両重量の増加を伴う冷房化改造は、車軸強度上から著しく困難であった。すでに小田急の通勤車両は冷房負の高性能車が、主力の状況であり、4000型についても同等の水準とすることが望ましくなった。このため、1985年から冷房化と高性能化を、 主とした改造が開始され、同時に他の高性能車と同様の6両固定編成、4両固定編成への蘇生変更が行われた。冷房、高性能化にあたり、主制御装置は元来装備していた BF-125 から15型を流用したが、大荷重装置が加速時にも機能するようにしたほか、制御段数の変更が行われた。主電動機は、 同年から廃車が開始された HE 車の使用していた主電動機である三菱電気製メガバイト -3039A 型を流用した。駆動装置は WN ドライブとなり、歯車比は5000型と同じ90、17イコール5.3となった。電動台車については基礎制動装置をディスクブレーキとした軸バネ式空気バネ台車の TS-826 を 申請したが、ブレーキディスクは、パイオニア E 型台車から流用された。付随台車については TS-814 と TS-818 を流用した。発電ブレーキは装備していない。搭載する冷房装置は8000型と同型で、冷凍能力1500キロカロリー、H の三菱電気製 CU-195A 型を採用し、 各車両の屋根上に4台設置した。屋根上のクーラーキセ、カバーは、8000型とは異なり各装置ごとに、単独のものとなっている。なお、工作の簡易化を図るために、冷風ダクトの設置は行わず、補助送風装置として扇風機を、戦闘車4台、中間車5台設置した。また、補助電源装置については静止系インバータが申請され、 4両編成ではクハ4050番台、デハ4000番台の車両に99馬の SIV を1機ずつ、6両固定編成ではデハ4200番台、デハ400番台車両に129馬の SIV を1機ずつ搭載した。車体については、基本的にはそのまま流用しているが、製造から20年近く経過していることから、各部の補強が行われたほか、つま面の窓は固定化された。 デハ4100番台、デハ4400番台の車両の新宿型には、仕切り扉が設置された。また、全車両の側面に種別、行き先表示器が設置された。パンタグラフの搭載位置は、すべて8000型と揃えられ、デハ4200番台を除く、各車両の小田原型に搭載された。乗務員室内の色彩も、他形式と同様のライトグリーンに変更された。 蘇生変更は以下のような3パターンに対別される。端末の編成表、4両固定編成、6両固定編成も参照されたい。これに伴い、先頭車8両が中間車化されている。1988年度末に全車両の改造が終了したが、この改造及び蘇生変更に伴い、92両全車両が改版された。 5両固定編成は1987年7月に運用を終了し、さらに3両固定編成も1988年9月16日限りで運終了となり、小田急の路線から営業運行を行う吊り掛け駆動方式の電車は消滅した。ただし、同年9月22日に発生した車両故障に関連して、8000型と並結の上、 突発的なダイソー営業運転が行われた旨、鉄道ともの会を打球部会開放に記載があるという。これは、ダイソーとはいえ、4000系の釣り掛け駆動時代最後の営業運転であり、さらには、小田急電鉄で記録に残るものとしては、最初で最後のカルダン駆動車と釣り掛け駆動車の並結運転でもあった。改造後の4000型は、4両固定編成が、 江ノ島線の各駅停車を中心に、ただし、一部をだら、箱根湯本きの平結急行では、相模大野で分割される形で急行でも運転されていた、6両固定編成は全線で運用されるようになった。なお、高性能化以前は、5両固定編成と3両固定編成を組み合わせた8両編成がしばしば見られたが、高性能化後は4両固定編成をに、 編成連結した8編成で運行することは稀であった。その後は大きな車両の動きはなかったが2003年からは3000系の増備に伴い、ネイ車と共に淘汰が開始された。2004年12月のダイヤ改正前日をもって運用離脱、さよなら運転などは行われず2005年1月までに全車両が廃車、解体された。 最後まで運用されていたのは4,055回、4,257回で、末期はこれら2本をつなげた十連で、朝ラッシュ時の休校に、半固定的に利用されていた。また、この頃の小田急は、ダイヤ改正に合わせて、種別幕が順次新しいものに交換されていたが、統計式は、廃車時期が近いこともあり、最後まで、急幕のまま運用されていた。 当時は号車番号は不満されていなかった。当時は号車番号は不満されていなかった。新宿型2両と小田原型3両の組み合わせは変更されることがあった。当時は号車番号は不満されていなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。